はい、どうも、こんにちは。はい、本日もね、実際に電気自動車を使用して実証実験やっていきたいと思います。で、本日ね、実証実験する車は、はい、こいつですね。はい、テスラモデル3です。で、ちなみにこのテスラモデル3は、これね、私が所有しているモデル3になりますと。じゃあね、これ私がね、所有しているモデル3で一体これ何をするのかって話なんですよ。で、実はですね、これ、このチャンネルでは、去年ですね、2021年の9月頃から、毎月必ず1回は、新型電気自動車使用して、航続距離テスト、充電性能テストね、1000キロチャレンジいろいろとやってきましたけども、実はですね、この車はまだ、1000キロチャレンジ、1回しかやってないんです。でも1回やったじゃないかな、という方もいると思うんですけど、実はね、これ、冬場にやってるんですよ。おそらく11月かなんかに実証実験やってるんです。で、このチャンネル見てる方だったらもうわかると思うんですが、実はね、これ、電気自動車は、これね、冬場においては、これ暖房を使用しちゃうので、航続距離が激減するんですよ。で、この車は、最新のヒートポンプシステムですね。オクトバルブ方式のヒートポンプシステム採用していますから、まあ、だいたい2割減。まあ、3割は減らない。まあ、20から 25% ぐらい航続距離が減るんですよ。まあ、なので、実はその冬において1000キロチャレンジやったわけですよ。じゃあ果たして今回ね、今はい、外気温これ24度ってなってますけど、この24度の状況で、まあ、夏場ですね、今。もう6月になりましたけど、この6月に1000キロチャレンジを行ったら、一体この1000キロチャレンジのタイムがどれだけ縮まるのか。で、もしくは、まあ、縮まらなかったら、じゃあ具体的にどんな要因が発生したのかとか。まあなので、今回はね、この夏バージョンですね。このテスラモデル3の夏バージョンの1000キロチャレンジやっていきたいと思います。で、現在ですね、いつも通りこれ、海老名サービスエリアになりますから、このね、海老名サービスエリアからね、まず最初に向かうのが、名古屋のね、北の方に位置するですね、この岐阜羽島スーパーチャージャーに向かっていきたいと思いますが、はい、このね、海老名サービスエリア下り線からですね、この岐阜羽島スーパーチャージャーまで、327キロと、いうことになってます。まあ、なので、この車ですね、2021年製のですね、中国上海製のモデル3ですね。で、この車 EPA 航続距離ですね。これが407キロと。で、これ公式の数値になってますから、まあ、ただしね、これもう、ご存知かと思いますが、この途中ね、この御殿場付近から、この浜松ですよね。ここら辺はずっとね、この新東名の120キロ制限なんですよ。まあ、なので EPA 407キロのうちこれ327キロですから、まあ、余裕シャクシャクと思いきやですね、多分結構ギリギリ、多分充電残量本当にね、5、6%、多分 10% 切るぐらいで多分到着すると思いますが、まあ、いずれにしても、多分到着することは可能ですから、はい。とりあえずこの岐阜羽島スーパーチャージャーですね、まず一番目の目的地として、はい、出発していきたいと思います。はい、で、現在ですね、充電残量が、はい、これ 89% という風になってますね。で、はい、367キロと、まあ、いうことになりますが、まあね、この数値は基本的にね、テスラ車は、まあ、ぼちぼち信用していいかなとは思います。はい、ということでですね、この出発した瞬間にですね、ここの1000キロチャレンジですね、このトリップメーターをこれリセットしますね。ここの、リセット1000キロチャレンジですね。はい。ここリセットを押すと、はい、これゼロになりますので、これね、出発直前にね、もう一回ゼロにして、ここでね、このディスタンスが1000キロになったら、はい、1000キロチャレンジ達成ということになります。まあ、なのでね、もう繰り返しになりますが、これ冬場ですね、暖房がっつりつけて、気温がね、外気温が一桁台みたいな、そういう状況ではもうね、1000キロチャレンジやってます。じゃあ果たしてね、これ、まあ、クーラーをつけますけど、暖房よりはね、もうずっとマシです。まあ、なので、この夏場においてね、果たしてテスラ1000キロチャレンジをするとね、一体どういう結果がね、こう、出てくるのかと。まあ、いうようなところをね、はい、早速ね、検証していきたいと思います。はい、それではですね、充電残量 100% になりましたのでね、はい、出発していきたいと思いますがね、ちょっと最後の最後ね、一個だけ、はい、こっちですね、このアプリですね、はい、スキャンマイテスラを使ってですね、はい、今日もね、はい、このね、バッテリーの詳しいデータをね、追っていきたいと思いますが、はい、今ね、ステートオブチャージ 100% ですね。はい、現在ですね、これ、ノミナルリメイニング 52.6kWh と。で、これいつもね、説明していますが、はい、この車ですね、バッテリーね、新品状態で 55.1kWh でしたと。で、現在ですね、今、ノミナルフールパック 52.5。で、実際はね、52.6 なので、まあ、52.5 とか 52.6kWh と。まあ、なので、2.5kWh ぐらいですか？
もう 2.5kWh ぐらいが、これ劣化しちゃったということになります。で、ちなみにですね、このユーザブルリメイニングのこの 50.2kWh という数値がですね、ここの充電残量ね、これ 0% になるまで 50.2kWh なんです。なので、実はこのエナジーバッファーと言われるこの 2.4kWh っていうのは、ここの充電のこのパーセンテージが 0% になった後も、に、さらに 2.4kWh 分走行できますよと。で、だいたい電費がまあ7キロとか、1キロあたり7キロとかって考えると、まあだいたい、まあ15、6キロぐらい、そんぐらいは、実は 0% になった後も走行できると。まあこの点はね、本当に電気しそうになるとか、そういう方はね、ちょっとね、一安心していいかなと思います。いずれにしろね、これテスラ車っていうのは、下にバッファーがありますから、0% になってもね、はい、この車であればさらに、この 2.4kWh は走行できると、まあ、いうことになります。はい、いずれにしてもですね、はい、充電残量これ 100% になりましたから、はい、このね、はい、21時5分からね、実際に出発していきたいと思います。ようやくですね、岐阜羽島スーパーチャージャーに到着しました。はい。でですね、今、充電残量 12% ですね。11% でギリギリ到着しましたね。今ね、充電がね、ちょうどスタートして、131kW という充電スピードになってますね。はい。このね、バージョン2スーパーチャージャーですから、このね、充電スピードが、まあ、マックスということになりますね。はい。具体的にはね、今、はい。こちらですね。アプリ上ですね。131.2kW と。で、ここですね。バッテリーのね、これ、温度ですね。これ、セルテンペラチャーミッドというところが、これ38度と。だいたい37度台ぐらいで到着してるんですよ。だからまさに、まあ、人肌の温度ということになります。人肌の温度までバッテリーをね、温めて、そして、今 132kW というね、まあ、最高の充電出力を発揮できるということになります。で、はい。今回ですね、これ331キロと、海老名サービスエリアから331キロ、はい、走行しました。で、まあ3時間7分という形になりますが、これね、素晴らしいですよ。133Wh/km という電気性能になってますが、これね、テスラ車だと 133Wh/km ですが、まあこれね、国産車に直してみると、7.52kmh/kWh と、まあいう形になりますね。まあなので、相当電気性能いいですよ。だってこれ途中にですね、これ120キロ制限がね、もうがっつりありましたから、もうそこね、流れに合わせてガンガンスピード出してね、走行して、で、っていうところも全部含めてですから、確かにね、今これ外気温23度というところで、まあ非常にね、これ電気自動車にとっては最高な環境なんですよ。だからもう冷房もね、本当に最低限しか使う必要がないので、まあそういう意味では非常にいい環境ではあるんだけども、でもやっぱりね、これやっぱテスラの電気性能、やっぱ特にね、セダンなんでね、モデル3は、ちょっとやっぱ異次元ですよね。はい、でですね、じゃあ次のスーパーチャージャーと、出てくるかな。はい、ありましたね、オーツ。こっから、だいたい、はい、101キロと、いう形になりますね。ここから101キロと。で、これテスラ車ね。はい。大津スーパーチャージャー到着時のね、バッテリー残量予測っていうのも出してくれます。で、今 1% と。で、さすがにそれは足りないので、まあ 30%、35% ぐらいですか。だからもう、ここではもうほとんど充電しません。このね、V2 スーパーチャージャーですね。ここではね、ほとんど充電せずにですね。このままね、大体、まあ、40% 弱ぐらい溜まったら、もうね、充電切り上げて、すぐね、出発しちゃいます。で、この大津スーパーチャージャーは、バージョン3スーパーチャージャーと、ここの V2 スーパーチャージャーよりは早いんですよ。まあね、なのでこの大津スーパーチャージャーにね、なるべく充電残量がね、低い状態で到着して、なるべくね、高い充電性能を発揮すると。いう形になりますので、まあ、いずれにしてもね、まあ、40% 弱ぐらいですかね。まあ、そんぐらい溜まったら、もうね、ここで充電切り上げてね、はい、すぐにね、
この O2 スーパーチャージャーに向かっていきたいと思います。はい、ようやくですね、O2 スーパーチャージャー、滋賀県のね、O2 スーパーチャージャーに到着しました。はい、現在ですね、もう充電がスタートしてますね。充電材料 8% かなで到着しました。はい、充電出力ですね。はい、こちらですね、166kW と。で、まさに、このね、テスラモデル3スタンダードレンジプラスの、まあ、最大充電許容出力 170kW にね、もうほぼほぼ達成することができていると、まあ、いうことになりますので、やっぱりね、先ほどの、岐阜ですね。岐阜羽島スーパーチャージャーの 130kW よりも、まあ気持ちですけどね。まあ若干早いってことになりますから、まあこっちでね、まあなるべく美味しいところをいただいた方が、まあいいということになります。はい。でですね、この、大津スーパーチャージャーまでまあ103キロと。で、平均電位がね、まあ151と。まあ若干ね、まあ悪いかなとは思いますけど、まあね、上りとかっていうところもありますから、まあ、こんなもんかなと思います。で、次なんですよ。問題はこれ次どこに向かうかって話で、現在ですね、トリップのこの1000キロチャレンジのところですね。はい、もうすでにね、434キロも走行してるんですよ。なので、そろそろね、これ折り返しのことを考えなきゃいけないんですが、はい。でですね、この次ですね、この O2 スーパーチャージャーからね、こう折り返し地点に向かっていきたいと思いますが、まあ具体的に言うとね、今考えているのが、この三木ですね、この三木東インターっていうところですね。今これちょっとこれ127キロで出てるんですが、なんかね、ちょっとルートがちょっとおかしいですね。事前に調べてみたらね、だいたいここ105キロぐらい離れてるんですよ。まあなので、往復して、今度ね、また全く同じこのね、O2 スーパーチャージャーに戻ってきますので、まあ大体210キロですよね。まあだからまあ大体210キロ分ぐらいの航続距離を回復できていればいいわけですよ。まあなので、今充電材料これ 30% ですよね。まあ124キロって書いてありますけど、まあどんぐらいですかね。これは結構難しいことになりますけど、210キロなんで、まあ半分以上は欲しいわけですよ。で、これまでの電費を見てみると、今137ワットアワーパーキロメートルと。まあ、電費は1キロワットアワーあたり7キロぐらい走るということになりますから。まあそうするとですね、今ここですね、このノミナルリメイニング、ここですね。これが今実際にね、溜まっている電力量になります。ちなみにここ、このノミナルリメイニングに関しては、エナジーバッファーですね。バッファーも全部含めた数値になりますから、うん。じゃ、仮にこれ20キロワットワーとすると、先ほど計算したようにね、電費がまあ7ですので、まあ 20×7 の140キロと。で、しかもこの数値はね、バッファーも含めての数値なので、まあ、無理だと。だから、例えば、ここで30キロワットワーだと電費が7で210キロと。うん、まあ、30キロワットはもうちょい欲しいですよね。厳密に言えば。もうちょい欲しいので、まあ、35キロワットはとか、ここの数値でだいたいそんぐらいになったら、まあ、出発していくということなので、まあ、60%、70% はいらないと思います。まあ、60% 台。まあ、どっかね、ちょっと頃合いを見計らってね。まあ、なのでね、ここである程度充電ができたらね、はい、こう、折り返し地点にね、向かって出発していきたいと思います。
はい、ようやくですね、折り返し地点ですね、兵庫県の折り返し地点をまたね、こう折り返してきてですね、ようやくまたオーツーバーチャージャーに舞い戻ってきました。はい、今ですね、充電残量 10% から充電をスタートしていますが、はい、またですね、166kW と、まさに今、このね、V3 スーパーチャージャーのね、まあ、ほぼほぼフルフルのね、はい、充電性能を達成することができているということになります。はい、現在ね、はい、アプリ上 12.8% と、はい、160kW、まあ、ちょっともうね、ゆっくりゆっくり押し始めてますが、まあね、160kW からスタートすることができているということになりますね。バッテリー温度もね、もう全く安定して、まあ大体ね、37度ぐらいで到着してると。やっぱこの安定性がね、やっぱ圧倒的ですよね。テスラに関しては。はい。はい、ここまでですね。はい、このね、オーツスーパーチャージャー出発してからですね、これ往復しましたが、はい、215キロですね。はい、走行して、電費性能ですね、これ 132Wh/km と、うん、これね、正直結構いいんですよ。結構いいですね。確か途中の、岐阜羽島スーパーチャージャーから、ここの大津スーパーチャージャーに来た時に、ちょっと、電費性能151とかだったんですよね。だからちょっと悪いぞって話をなんかさらっとしてたんですよ。でもあれはよく考えてみたら、要するにこのバッテリー温度がこう37度とかまで温めているわけですよ。つまりプレコンディショニングをしていると。バッテリーのプレコンディショニングを含めてのこれ平均電費ですからね。で結構やっぱりプレコンディショニングって電気使うんですよ。まあだから、こういうプレコンディショニングがなければ、もっとこれ低いです。多分これ120台とかで済むんですよ。でもやっぱり、そのバッテリー温めるのに電気を使っちゃってるわけですよ。だから、さっきのその岐阜羽島からの、多分100キロ分ぐらいだったんですよ。やっぱ100キロで1時間ちょいぐらいしか走行してないですから、その分だけこうプレコンディショニングに占める比率、この電気の比率が上がっちゃって、全体としてちょっと電費が悪かったっていう。多分ね、その説明が多分一番しっくりくるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、じゃあ次に、どこのスーパーチャージャーに向かうのかという話なんですが、はい、これですね。はい、次はですね、浜松スーパーチャージャーということになります。はい、ここからですね、198キロ離れているということになりますので、はい、ここもね、200キロ分ですから、まあ 50%、まあね、60% もいらない。先ほどですよね、思い出していただけると思いますが、このね、大津スーパーチャージャー出発するっていう風になった時に、確か、そうですね、15キロですもんね。200、だから215キロ走行して、確かね、67% ぐらいまで充電したんですよ。67% 充電して、結局 10% で到着したわけですよ。今回。なので、まあ、57% 分使ってるわけですよ。215キロ走行するのに。で、確かに浜松スーパーチャージャーのもうすぐ手前、すぐ手前から120キロ制限始まりますけど、まあ言うても120キロ制限はほとんど引っかかる必要はないということなので、この電費性能って意味では、まあおそらく130台っていうのが、まあ期待できると。で、そういう意味で言うと、まあおそらく 50% 分ぐらいあれば、余裕を持って、到着することができるということなので、まあ、うん、いろいろと考えても、まあ 60%、まあいるかいらないかとか、まあそんなようなところで、もうね、充電をここを切り上げちゃって、で、次のね、この浜松スーパーチャージャーに、はい、向かっていきたいと思います。はい、ようやくですね、浜松スーパーチャージャーに到着しました。はい、現在ですね、ちょうど充電が今スタートしてますね。充電残量 5% で到着しましたね。はい、133kW と。これもね、ここの V2 ですね、バージョン2スーパーチャージャーの、まあ、最大充電出力が出てるということになりますね。はい、もうね、今回の、4回かな、全部、今回も合わせてね、4回の充電ですね。もう全部完璧ですね。もう
全く、もう、ブレがないというか、もう必ず、この充電スポットに行ったら、この充電出力が出るっていう、もう完璧ですね。だから、ここなんですよね、本当に。ここが、その、なんか日本の自動車メーカーとか、もうなんかそういうのとはもう次元が違うんですよ。必ずここの充電器に行ったら必ずこの出力が出るっていう。やっぱこれは、やっぱね、電気自動車がこれ乗ってる人じゃないとやっぱわかんないんですけど、この安心感っていうのはやっぱ本当にね、実はこれ電気自動車運用する上で重要なんですよね。うん。はい。ね、こちらのね、はい、車両側も 134kW という形になってますが、ね、全く一緒ですね。バッテリー温度がやっぱり37度とか、ね、ちゃんとこの適温にね、温めてくれるからこそ、この出力が出ると。はい、大津スーパーチャージャーから 201km 走行しました。はい、これね、電費性能 135Wh/km と。ま、なので、これね、大津スーパーチャージャー出発前にもね、言ってたと思いますけど、やっぱりね、この電費性能が、まあ、クーラーつけてね、この、120km 制限がほんと一瞬入りましたけど、まあね、実質はそんな大して入ってないってことを考えれば、まあ多分130Wh台だろうと言っていたところですね。まさにこのドンピシャの数値ということになりましたね。はい。で、これ全工程の平均電費も135ということになりましたね。はい。今ね、もう850km 走行しましたので、あとね、150km 走行するということになりますが、はい、こういうようにしてですね、この携帯ですよね。この携帯から、こう、転送すると、共有することによってですね、これシームレスに、こうやってね、ナビ上にもね、出てくると。もうほんとこれね、素晴らしいな、と、まあ思うしかないんですけど、はい。これ193キロ先なんですよ。これ、終点の海老名サービスエリアの上りまでですね、これね、193キロなんですよ。まあなので、ちょっとね、これは、要するにあと150キロ走行すれば、これ1000キロ到達するんですよ。だけど、残念ながら、これ193キロ分の航続距離、を走行できる分を充電しなきゃいけないということになりますので、ちょっとね、これ僕、気持ちね、うん、ちょっとチキったかなという感じになりますから、いずれにしてもね、この193キロ分と。だから、さっきと全く一緒ですね。この大津スーパーチャージャーから、ここの浜松スーパーチャージャー来た、充電量、確か、60% ですよね。60% で出発して、5% で到着したということになりますから、うん。まあ、だいたい 55% ぐらい使うんじゃないかと。ただし、ポイントは、もうここから、海老名サービスエリアのね、手前までずーっと120キロ制限の区間が続くんですよ。まあ、なので、多分ね、60% じゃ足りないと思います。まあ、個人的には、70% 弱ぐらい。うん。ちょっと様子見て、ま、もう一回考えますけど、ちょっとね、ここでは、120キロ制限がっつり、スピード出しますから、やっぱ電費性能ね、この130よりかは、がっつり落ちます。落ちます。おそらく、150、行くか行かないかとか。バッテリーのプレコンディショニングがない分ね、多分148とか、そんなもんでもしかしたら落ち着くかもしれませんけども、まあ、いずれにしてもね、電費性能落っこちちゃいますので、ここでね、まあ、70%、もしくは 70% 弱、68とか、そんぐらいになったらね、もう切り上げてですね、はい、最後ね、ここの海老名サービスエリアに出発して、その海老名サービスエリアの、まあ、途中多分、まあ、40キロぐらい手前になっちゃいますけど、多分ね、御殿場付近かな。あそこら辺で、1000キロチャレンジのね、はい、カウントダウン、はい、していきたいと思います。記録をね、最後ね、お楽しみということで。はい、そんな感じでね、最後、走り抜けていきたいと思います。きました。はい、現在ですね、御殿場ちょっと過ぎたあたりになりますね。御殿場をもうね、過ぎて、最高標高点ね、通過して、今からね、こう、下っていくという形になりますね。はい、今ですね、もう998キロと。残念ながらですね、これ、テスラは、小数点以下のね、表示なくしちゃったんですよ。まあ、なので、これがね、1000になった瞬間にね、はい、1000キロチャレンジ達成したということにね、しましょうか。現在998キロですね。うん、もう間もなくでしょうね。間もなく999に変わるという感じになりますかね。ちなみにね、これ電気性能がね、トータルで141と
ワットワーパーキロメートルと、もう極めて優秀ですね。極めて優秀。はい、今999キロになりました。ちょっとね、これカウントダウンできないんでね、すごいちょっと残念ですけど。どうでしょうか。999.5 ぐらいですかね。9.6。999.7。999.8。999.9。さあ来るか、もうそろそろ来そう。さあ来た、1000。お待たせしました、1000キロ達成しました。そして気になるタイムはじゃじゃんと、はい、7時36分ですね。7時36分、朝の7時36分です。はい、でですね、この1000キロチャレンジ出発したのはですね、はい、昨日の夜の9時5分ということになりましたから、結論としてはですね、このテスラモデル3ですね、中国上海製テスラモデル3スタンダードレンジプラス 55.1kWh バージョンに関してはですね、なんと10時間31分で1000キロを走破することができたと。これはね、私が半年以上前からね、やり始めた1000キロチャレンジ中でもなんと歴代最速のタイムを記録しました。はい、もうとりあえずね、もうこれは歴史的な快挙をね、はい、達成したということになりましたので、とりあえずね、はい、このね、海老名サービスエリアに戻ってですね、はい、ちょっと今回の1000キロチャレンジね、一体どういう風にして最速タイムを記録することができたのかと、一体ね、途中の充電とか一体何があったのかとか、そういうのも含めてね、はい、じゃあ一体ね、競合車種と比較してね、どうなのか、どれぐらいね、差がついているのか、そしてね、冬場におけるね、モデル3ね、の1000キロチャレンジの結果と比較してね、どれほど違うのかと、そういうところもね、ちょっとはい、比較していきたいと思います。はい、ようやくですね、海老名サービスエリアの上り線にね、戻ってまいりました。はい、でですね、こちらですね、1000キロチャレンジね、海老名サービスエリアまでですね、これ1046キロということになりましたね。全工程の平均電費がね、139Wh/km ということになりました。はい、じゃあそれではですね、実際に今回のね、テスラモデル3スタンダードレンジプラスの、まあ、1000キロチャレンジの結果っていうのをね、ちょっと改めてね、はい、まとめていきたいと思いますが、はい、今回ですね、使った車両っていうのは、まあ、2021年製のね、テスラモデル3スタンダードレンジプラスと、55.1kWh バージョンですね。で、さらにですね、これ最初ちょっと付け加えるの忘れちゃいましたけど、この車ね、装着タイヤっていうのは、19インチなんですよ。19インチ。で、19インチなので、18インチのね、標準タイヤと比較しても、電費性能落ちます。一般的にだいたい 5% ぐらい落ちるって、巷では言われてますけど、まあ、具体的にはね、ちょっとまたね、いつか検証していきたいとは思いますが、はい。ちなみにですね、これタイヤのね、空気圧に関してはですね、全部これね、3.1 とか 3.2 っていう数値なので、適正値ということになりますので、うん。そういうところではね、結構実用的なね、検証方法、ね、この前提を揃えているということになりますが、はい。でね、結論としてはですね、はい、今回ね、1000キロ走行するのにかかった時間ですね、充電時間も全部含めた時間っていうのが、10時間31分ということになりましたので、これまでね、いろんな電気自動車、1000キロチャレンジやってきましたけど、もうね、結論から言って、最速のタイムと、歴史上最速のタイムを叩き出したということになります。もうこれはね、本当に快挙と言っていいと思います。はい。でですね、ポイントになるのは、この充電時間なんですよ。充電時間。これ、今まで考えられなかったんですけど、なんとね、充電時間、全部含めて、1時間かかってないんですよ。今回、なんだかんだ4回充電してるんですよ。4回充電してます。だから、その充電の回数で言うと、まあ、例えば、こう、C40 リーチャージとかね、アリアとか、アイオニック5とかね、まあ、ここら辺と変わんないんですよ。で、というのはですね、これ、電気自動車っていうのは、充電残量がね、低い状態だと充電出力マックスが出るんですよ。ただ、充電残量が
こう高くなっていけば高くなっていくほどですね、その分ね、充電出力っていうのは、まあ反比例する形でですね、充電出力低下していくんですよ。まあなので、これ裏を返せばね、あの充電残量を、まあ低い状態から、まあマックスまでね、充電したいんですよ、本当は。でもそれをしていると、1000キロチャレンジだと逆に無駄なんですよ。で、さらに、電気自動車のね、あの、テスラなんかはそうですけど、充電残量が高くなっていけば当然ながら充電出力は、こう、低くなっていくわけですよ。でも、充電にかかる料金って、まあね、あの若干違うんですけど、まあでもね、結局、どんどん充電残量が高い状態で充電をすればするほど、この、電気料金っていうのは、まあ、その、相対的に高くなっていくんですよ。つまりコスパが悪いと。なので、ある程度充電残量溜まったら、もう出発して、その切り上げて、次の充電スポットで充電をするっていう方が、その、電気料金的にもコスパが高いと。で、しかも充電時間もそっちの方がより短くなると。まあ、なので、まあ、いつも言うようにね、その美味しいところですよ。充電出力が低い状態から、まあね、だいたい 60% ぐらいですか。今回だいたい 60% から、まあ、多くても 70% 弱とか、でしたよね。大体そこら辺を目安に、うん、こう、美味しいところだけをいただくという、まあ、このね、充電のこのね、やり方。まあ、これによってですね、充電時間を、まあ、1時間以内と、まあ、相当短縮することに成功しているということになります。じゃあ、それではね、今回の結果をどういうふうに、まあ、見ればいいのかと。まあね、この競合車種たちとね、こう、比較していきたいと思いますが、まあ、特にね、ポイントになるのは、ちょっとね、右側に寄っちゃってますけど、はい、同じ車両ですよ。2021テスラモデル3スタンダードレンジプラスのね、55.1kWh バージョンですが、これはね、実は、10時間56分かかってんですよ。なんで同じ車両を使ってんのに、こんだけ時間違うんだという方いらっしゃると思いますが、これ下見てもらえばですね、これ冬にやってるんですね。で、これずっと暖房を使ってるんですよ。まあ、なので冒頭説明した通りですね、電気自動車暖房を使うと、こう電気の消費量が多くなっていくと。まあ、なので、充電時間も、ま、若干伸びる。で、さらに、同じ充電量を充電したのにも関わらずですね、結局走行できる距離は暖房によって、ま、少なくなっちゃうわけですよ。まあ、なので、余分に、ま、充電をするか、もしくは、ちょっとね、まあ、速度を下げるというか、まあ、下げないと、その次の充電スポットに到達できないみたいな、そういう風になってしまうので、で、今回ですね、まあ、充電時間で言うと、まあ、5分変わってないんですよ。で、ただし、今回のモデル、今回の夏ですね、今回の夏の検証では、海老名サービスエリアまでちょっと余分に46キロも走ってんですよ。だからちょっとここの46キロ分の充電が、最後の浜松スーパーチャージャーで余分に5分ぐらい充電時間かかっちゃってるわけですよ。だからこの充電時間っていうのはもうちょっと減らせましたね。うん。結果論としては。ちょっとここは、僕のね、ミスというか、ベストではなかったということになりますね。で、その一方でなんですけど、やっぱりね、今回、非常にね、流れがスムーズと、今回の平日ってこともあるし、あともう一つはですね、今回は早朝、すごい流れがスムーズだったってこともあってですね、本当にこう、混むような場所をね、スムーズに、こう、行くことができたというところ。で、特に、今、繰り返しの説明になっちゃいますけど、やっぱり夏なので、航続距離が減らないんですよ。同じ電力量でも。まあ、燃費がいいということになりますが、で、そうすると何がいいかっていうと、要するに、同じ充電時間だったとしても、より電気性能が高くなるので、まあ、こう、このチャンネルではね、いつも言ってますけど、この1000キロチャレンジの大前提条件っていうのは、まあ、プラマイ 10% のスピードを上限、下限として、まあ、走行しましょうということなので、本当は、ちょっとこう、120キロちょいオーバーみたいなね、ことは、やっぱり冬はできなかったんですよ。要するに、電気性能があまりにも下がっちゃうので、この1回の充電で 80% 以上とか充電しないと、その次の充電スポットにたどり着かないと。まあ、なので、こう、平均車速的には110キロぐらいになっちゃうわけですよ。120キロ制限区間も。でも今回はもうバッチリね、120キロオーバーみたいな。平均でもね、だいたい120キロ。そんぐらいのスピードをね、まあ出すことができているわけですよ。で、それは一重に、やっぱ電気性能が高いからですよ。で、電気性能が高い分だけ、やっぱり、速度が上がれば上がるほど電気性能は落ちますけど、そこを、こう、夏場の電気性能の高さでうまくカバーすることができていると。だから、充電残量 60% とかでね、こう、切り上げたとしても、次の充電スポットにちゃんと到着することができると。
まあ、なので、このね、充電時間、この数値だけにはちょっとね、こう、見えてこないですね。今回なんで、実際にだからこう、冬と比較しても、25分ぐらいですか ?25 分ぐらい早いんですよ。で、これはまあ、ひとえにやっぱりね、夏場の電気性能の高さというところが、こう、いいね、影響を及ぼしているということになります。で、そしてですね、じゃあこれ、まあ、今回はね、このモデル3っていうのはセダンですから、まあね、比較することはあんまりね、まあ正確なことではないんですけど、今回やってきたね、こう、SUV セグメントの電気自動車たちですよ。これ、所要時間全部見ていただければわかると思うんですが、全部でもうね、早くても12時間台。で、結局遅かったら13時間とかいっちゃうわけですよ。で、これつまりどういうことかって言うと、もうね、話になってないんです。これもうね、はっきり言いますよ。もうね、話になってないんですよ。もうね、全く話になってない。全然時間が違うでしょ。で、さらに、結局その、特に充電時間をこれ見ていただければ、もう、全然違うじゃないですか。だって、今回一番うまくいってるボルボ C40 リーチャージでさえですよ。でさえ2時間40分かかってるんですよ。で、確かにこれ、アリアは 46kW 問題。そして、アイオニック5は、まあ 57kW 問題。まあ、いわゆるダイナミックコントロール問題がありますから、このね、2車種はもうちょっと改善されるでしょう。でも、もうちょっと改善されるとは言ってもですね、結局アリアは、その、だいたい 70kW ぐらいしか許容できないわけですよ。で、アイオニック5に関しても、まあ 80kW がいいところなんですよ。で、そういう意味で言うと、まあ、じゃあ充電時間がこれ、じゃあ半分とかになるかっつったら全然ならないです。まあ、2時間、多分2時間ちょいぐらいまで削れたら、おんの字と。で、そうすると、結局、まあ、所要時間で言うと、まあ、多分ね、やっぱ12時間、まあ、切る、そんぐらい、なんとか12時間切れましたね、とか、そんなような、多分結果になるわけですよ。で、そうしたら、で、そうだとしてもですね、結局、テスラと比較しても、もう全然1時間以上、到着時間が変わってくるわけですよ。特にこの充電時間が全然違う。でも、これは、もう一重に、充電器のスペックが低いからです。結局、その、トヨタ BZ4X も、ボルボ C40 リーチャージも、日産アリアも、アイオニック5も、全部、150kW 級っていう充電出力に対応してるわけですよ。そうですよね。まあ、アリアは 130kW だったり、まあ、多分、アイオニック5も、多分ね、150は多分出ないと思います。まあ、今、いいでしょ。いずれにしても、もう 90kW をね、超えるような充電出力を、もう許容できる電気自動車がね、もうこの2022年の中盤で、もうゴロゴロいるわけですよ。ゴロゴロいるのにもかかわらずですよ。ね、ゴロゴロいるのにもかかわらず、未だにね、高速道路にこれから設置するね、急速充電器っていうのはね、200kW、なんちゃって 200kW 級のね、6機ですよ。6機で分散する。しかも1機はね、マックスでも 90kW。しかもそれ 90kW はね、15分しか出ないんです。30分すら持続しない。ね、そんな、ね、充電器。しかもね、急速充電器っていうのはね、だいたい耐用年数がまあ8から10年なわけですよ。ね、じゃあ短くね、見積もって8年だとしても、じゃあね、今年のね、じゃあ末に、じゃあ設置されるようなね、じゃあこのね、新型の急速充電器、ね、高速道路に設置する急速充電器、これ、2030年まで持つんですよ。2030年まで持つね、これ急速充電器がね、90kW 級、しかもね、15分で 90kW は終了して 50kW に制限されるとか、もうね、ほんとね、これね、冗談抜きで、お笑いです。これはお笑いです。本当に。だから、そのね、電気料金が高いとか、もうなんちゃら言ってますけど、なんだ、もう世界と比較してください。ね、世界と比較して、ね、もう異常なほどおかしいんです。そんな、ね、なんで、その、わざわざね、なんかこう、90kW のね、出力すら出さない。ね、50kW に制限するね。水冷式のケーブルはね、コストが高いなとかね。あとね、これ、ひどいのはね、こう今ね、2022年現時点でね、150kW 級に対応してる電気商社は少ないとか言っちゃってますけど、ね、もうね、すでに検証したね、もう、何車種ですか ?150kW 級に対応してるんですよ。だからね、本当にね、もうね、いかに日本市場のこの公共の急速充電器が、もう終わってるのか、お笑いなのか、これを本当ね、ちょっと今回の1000キロチャンジのこれ数値見たって、もう明らかですよ。
もうちょっとね、どんどん話長くなっちゃいますけど、これテスラ社っていうのは、今回ね、動画に多分あえて必ず付け加えてますけど、高速のインター降りてから、だいたい2キロぐらい、ね、行って降りて、2キロぐらいのところにね、急速充電、スーパーチャージャーが設置されてるんですよ。だからね、普通に言えばね、テスラに負けてることしておかしいんですよ。そりゃそうでしょう。だって公共の急速充電器でね、こう街が発生しちゃったとかっつったらまた別ですけど、街とかがね、ないんだったら、テスラに負けることしておかしいんですよ。どう考えたって。なのに、ね、なのに2時間とかもう2時間以上負けてるわけですよ。いや、これは一体何なのかってことなんですよ。これは、まあ、電気自動車のスペックもね、もちろんあるかもしれないけど、それ以上にやっぱ大きいのは、もうこのね、サービスエリア、ここの高速道路上の急速充電器のスペックが、もう低すぎ。まあ、なので、これいずれにしてもね、もうこれ1000キロチャレンジやれば、もうこういうのも明らかになっちゃうわけですよ。ね、なんでこんなテスラとね、こんな、もうちゃんちゃらおかしいような、こう数値のね、差が出てきてしまうんだと。で、これは人にね、もう何度もこれ繰り返しますよ。もう急速充電器のスペックが低すぎるんです。そしてこれから設置する急速充電器も、本当に低スペック。で、こんなのね、これから BZ4X とかね、まあソルテラとかね、アリアとかね、アイオニック5とか購入する人にね、ちょっと失礼かもしれないけど、発揮種ってね、もう意味ないんですよ。もう本当なんかこういう言い方は本当にちょっと申し訳ないですけど、もうハッキシーはしてもらえばね、もう意味ないんですよ。だってこの充電器、ね、こんな低たらくな充電器をね、これから8から10年もね、使用するっていうこの確率が出てきちゃってるわけじゃないですか。そんなんで、新型電気自動車、買おうと思います？もうね、僕だったら嫌ですね。こんなの。だってそんなの新型電気自動車買ったって、そんな満足に急速充電性能ね、発揮もできないし。そしたらいつまで経ってもね、なんかテスラ乗ってるね。だってテスラだって同じような値段なわけじゃないですか。どの電気自動車も。ね。テスラじゃないね。テスラ以外の電気自動車買ってね。なんでね、テスラのオーナーとね、到着時間が2時間も違うんだとか。ね。到着時間全然違うと。ね。こんなのやっぱね、おかしいし、その、いくらね、電気自動車のね、こう質が高い、まあ、そのね、なんか内外装の質とか先進性がね、こう、こっちがお気に入りだとか言ってもね、もう残念ながら、その、電気自動車っていうのは今はもう、航続距離充電性能、充電器、まあ、独自の急速充電器とかのね、含めて、そしてね、まあ、それをトータルで見たね、やっぱその電気自動車の質なんですよ。やっぱまずそこを抑えないと、内外装の質とか、なんかもう、先進性とか、かっこよさとか、もうね、そんなのね、もう見てる場合じゃないんですよ。申し訳ないですけど。だから、もう、皆さんもうそろそろやっぱもう、わかりましたよね。もう日本がもうほんとおかしいんですよ。こんな急速充電インフラじゃとてもじゃないですけど、僕はもうそのテスラ以外の電気自動車をファーストカーとしておすすめすることはもうできないです。無理。まあ、だからね、いずれにしてもですね、ちょっとね、これテスラの1000キロチャレンジなのにね、ちょっとなんか日本のね、なんか問題点みたいなことをね、言ってる時点でちょっと申し訳ないんですけど、いずれにしてもですね、これテスラ、もうめちゃめちゃ優秀。本当に、特にですよ。ちょっともうだらだら話しててもね、もうみんな見飽きちゃってると思いますけど、一点だけ言えばね、やっぱ充電性能ですよ。で、特に充電性能が高い、何が高いかといえば、安定した充電性能を常に発揮できる。ここにつきますね。やっぱり。特にバッテリーのプレコンディショニング機能ってのがありますから、どんなに暑かろうが、どんなに寒かろうが、やっぱりバッテリーの温度をこう適切にね、充電器につく直前まで温めてくれるので、やっぱり最高の充電性能をいつ何時でも達成することができると。やっぱりこのプレコンディショニング機能、そして、まあスーパーチャージャーね、この一つの充電ステーションに、まあ4機とか、まあ6機とかね、まああるわけですよ。で、それであれば、まあ充電待ちのね、まあ、危険性、その可能性っていうのももう極めて、まあ少ないですよね。本当の超繁忙期以外は、まあ、そこまで心配する必要はないわけですよ。だからそういう、まあ充電に対するね、アバウトに言えば、安心感ですよ。安心感。ここに行けば必ず期待通りの充電出力、充電性能を発揮できる。もうこの安心感。これはね、もう本当プライスレスです。本当に。だから、繰り返しになりますけど、うん。特に、やっぱね、
現状のこの日本市場で電気自動車、ファーストカーとして運用したい。でもね、ちょっとやっぱ充電とか不安だっていう人は、もう悪いことは言いません。まずテスラ乗ってください。そして、テスラ調べてください。そうすると、いかにね、日本の電気自動車と比べても、圧倒的な利便性を、まあ、担保しているのかっていうのが、もうね、もう一目瞭然ですから、まあ、なのでね、そういうその、そういうところも全部踏まえた上でね、そういうところ全部踏まえた上で、ね、自分のライフスタイル的にはね、まあ、こう、テスラじゃなくても大丈夫だと。チャデモの公共の急速充電器をね、使ったらね、大丈夫だという方は、まあね、アリアでもね、BZ4X でもね、まあ、ソルテラでもね、アイオニック5でもね、まあ何でもいいですけど、やっぱりそうじゃないと。やっぱりこのね、充電に関する安心感、電気自動車の運用に関する安心感、電気自動車をファーストカーとして運用するための安心感が欲しいっていう方は、もうね、悪いことは言いません。まず、テスラを真剣に検討してください。で、テスラが、やっぱり自分に合わないっつったら、申し訳ないですけど、ちょっと電気自動車の購入をね、まあ、ちょっと一回ね、立ち止まって、もう一回真剣に検討してみる。ちょっとね、そういうような、こういうチャンネルやっててね、こんなこと言いたかないですけど、ね、やっぱね、不幸な人を減らしたいですから、ね、電気自動車買ってね、不幸になったっていう人はね、絶対出したくないですから、もう現状のね、こういう日本のね、こう電気自動車の環境で言えば、おすすめはできないと。いうことになります。はい、じゃあそんな感じでですね、今回、2021年製のね、モデル3のね、スタンダードレンジプラス、ね、1000キロチャレンジ、もう見事なね、もう見事な記録、ね、達成することができましたから、今後はね、さらにね、このテスラ社の、いろんなね、グレードありますし、まあね、できたらモデル S とかモデル X とかね、まあ今後ね、まあモデル Y とかも多分出てくるでしょうから、そういうのもね、どんどん検証して、テスラがなんで世界で売れてるか、ね、なんで日本でもね、ぐーっと販売台数伸び始めてるか、そういうところをね、はい、どんどんね、こう明らかにして、テスラ以外のね、電気自動車とのね、こうスペックの違いとか、利便性の違いっていうのをね、どんどんね、こう明らかにしていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。